セビア軍はアメリカ合衆国ユタ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2802人であり、2000年の18,842人から10.4%増加した。軍庁所在地はリッチフィールド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1865年1月16日に、 北のサンピート軍から分離して設立され、軍名は近くにあるセビア川にちなんで名付けられた。セビア川を見た最初のヒンディアンであるアメリカ人はカトリックの神父シルベストレ・バレス・デ・エスカランテとフランシスコ・アタナシオ・ドミンゲスだった可能性が強い。この二人は1776年にカリフォルニアに向かう遠征中にこの地域を通過した。二人は オールドスパニッシュトレールの地図を作り、その後の100年間はこの道が、毛皮はな漁師、漁師、政府の役人などに使われた。この道を通じて多くの人々がセビア郡を通っていった。それから100年近く後に、現在の郡内にリッチフィールドの町が設立され、開拓が始まった。最初の開拓は1864年6月15日のモルモン開拓者によるものだった。 地域に入ってくる人々の大半はスカンディノビア諸国から移民してモルモン教に改修した者たちだった。この地域社会が成長したので1865年初期にセビア軍を公式に創設した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は1918平方マイルであり、このうち陸地は1910平方マイル。 水域は8平方マイルで、水域率は0.42%である。軍内の詳細以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フィッシュレークの森週間高速道路70号線が軍内を抜けている。リッチフィールドはロサンゼルスとデンバーのほぼ中間にあり、このことでモーテルやレストランなどの有興産業がいくらか繁栄してきた。 フレモントインディアン州立公園が、週刊高速道路70号線に隣接するクリアクリークキャニオンに設立された。インディアンの古代フレモント文化の考古学的遺跡があることで注目されている。この遺跡で発見された人工物を展示する博物館がある。ベンジャミン・イーデルマンによれば、記事、赤線の州、誰がオンラインの成人向け娯楽を買うか。 で、その所見を報告しており、ジャーナルオブエコノミックパンスペクティブの最新版で、セベア軍は合衆国の中でも、オンラインのポルノグラフィーを利用する確率が、最も高いと報告した。q i c k f a c t s とセンサスと GOV、セベアカウンティアクセスと2011年12月5日、リッチフィールド、ユタハットファインド、A カウンティナショナルアソシエーションオブカウンティーズ、 http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧ファンコット、jw1990 ユタプレイスネームズ ISBN0 から874803454ビショップ M 外 A History of Severa County ソルトレークシティユタステートヒストリカルソサイティ1997センサス 2000US ギャザティアファイルズカウンティズユナイテッドステイツセンサス2011年2月13日閲覧ありがとうございます